本日は DNVGA の稲張事務所オープニングセミナーにお越しいただき本当にありがとうございます。本日はのセミナーなんですが、3つのテーマを準備しております。ドローンサーベイについて、来年早々始まります欧州の燃費報告制度について、で最後にコンテナ船の最新情報について、この3つのテーマを準備しております。でセミナーの後、レセプションを22階の方で準備しておりますので、こちらのレセプションの方にもご参加お願いいたします。まずは、日本のカントリーマネージャー、DNVGA のカントリーマネージャーのノルバート・クレイよりご挨拶させていただきます。皆様、こんにちは。DNVGA Japan の納期年すべき日にお越しいただきありがとうございます。DNVGA Country Manager Norbert Krei です。本日、日本国内の海運操船の最上を拠点である今治に事務所を開設いたします。この時期にオフィスを開設と思われるかもしれませんが、新しいチャレンジが求められる時代だからこそ、お客様と共にありたいとも思いでここに新オフィスを開設いたしました。DNVGA は世界最大の船級協会で、船級のテクニカルリーダーとしてお客様をこれからも全面的にサポートする所存です。DNVGA Japan は50年前にスタートしました。現在、神戸、横浜、広島にオフィスを構え、またざまざま、ラヤートで新造船の検査員が取材しております。最大のビジネスエリアである、マリタイムをはじめ、エネルギー、オイル&ガス、ソフトウェア、ビジネスアシュランスの5エリア、で約170人が活躍しています。そして、バリに新しいオフィスを開設いたします。ところで、新しい DNVGL オフィスはどこにあろうと皆様は気になることでしょう。では、こちらの地図をご覧ください。私たちのオフィスは、数多くの船上、造船所のふるさと、今治市の中心にあります。海事産業は人が中心のビジネスです。皆、顔見知りで、大きな一つの家族のようです。もちろん、船主やサプライヤーの皆様と日々をしている私の同僚、たちも家族の一員です。私は2年前に神戸来ました。ドイツ出身で、趣味はスポーツですが、その他に旅行、食べ歩き、特に旅行先で見る日本の、その他、美しい景色、美味しい食べ物、そして素敵な人、との出会いに日々感動しております。繰り返しになりますが、私たちのビジネスは人が出身のビジネスです。人材が財産です。それはオフィスも同じです。人のいないオフィスは心、魂のない人間と同じです。この新オフィスに二人の優秀な人材を紹介できることは、私はとても幸せです。こちらが広川です。そして、こちらが高橋です。私は高橋をケイタクと呼んでいます。皆様もケイタクと親しみを持って呼んでいただければと思います。
futari tomo maritime no hofu no na kaiken o motse DNVGL kushi no expert des. Kongo tomo kure gure mo yoroshike onegai mushi agemas. Watashi no yume wa kono futari ga minasama to ii shigoto ga deki soshite kono Imabari office ga minasama na ni saiku no service wo taikyo suro koto des. Mochiron, office ni omie ni naru minasama wo saiku no kohi to soft drink de omo tonashi sasete itadaki taki taku omoimas. Seminar no ato reception wo junbe shite orimas. Domo arigato gozaimasu.